長巨ある崩壊は、トーマス・ベルンハルトの小説。ドイツ文学者であるカタリテ・ムーラウの、故郷・ボルフスエックとの間の圧力を長い独白の形で書いた長編作品。著者の死の3年前の1986年に、刊行された、最晩年の小説で、ベルンハルトの文学の集大成とみなされている。カタリテ・フランツ・ヨーゼフ・ムーラウは、オーストリアの地主出身のドイツ文学者で、 今は故郷を離れて、ローマで生活している。彼は、教え子のガンベッティに会って、課題図書を与えた後自宅に戻るが、そこで両親と兄の死を知らせる電報を受け取る。彼はつい一週間前に、妹の結婚式に出るために故郷に戻った、ばかりだったが、今再び故郷ボルフスエックに戻らなければならなくなる。しかしすでにローマこそ、自分のいるべき場所と考えていたムーラウは、 故郷ボルフスエッグへ戻ることに葛藤を感じる。彼は引き出しから両親、兄、二人の妹それぞれが写った三枚の写真を取り出して眺めながら自分の文学者、被作者としての気質と全く合っていなかった俗物的な実家の環境に思いを巡らせ長い長い独白を始める。ムーラウは葬式の前日になって故郷ボルフスエッグに到着し、 二人の妹に取り仕切られた葬式の準備の様子を眺めながら、敷地内の様子を見て回る。前哨で思い起こした人々と実際に再会しながら、幼年時代からの様々な記憶が、ムーラーの頭に巨来するが、同時に家族を足ざまに考えすぎているとも感じる。ムーラーの独白は参列者の顔ぶれを見ながら、前哨に続いて現代オーストリアの国民性に対する嫌悪を増していき、 やがてこうした精神性のない俗物的なもの、カトリック的なもの、国民社会主義的なものすべてを書き記すことによって消去することを目的とした著作、消去の構造に思いを馳せる。そして埋葬が終わると、ムーラウは、故郷ボルフスエックを宗教文化財団に寄付する、決意を固める。ムーラウは両親と兄の死を知らせる伝報を、受け取ってから長い独白に入る、伝報。 故郷ボルフスエックに戻り葬儀に参加する、遺書の二部からなる。どちらも息の長い独白として書かれており、章の変わり目を除いて開業が一切されていない。また前編を通じて、間接話法を用いて書かれており、文章の中に頻繁に、と、私は考えた、と、私は自分に言ったという文章が挟まれ、時には、と、私はガンベッティに行った、と、私は考えたというように、 自制を入り組ませた複雑な構文が用いられる。社会から隔絶した語り手や、長々しい独白、オーストリアの国民性への剣を、身を結ばない不毛な仕事といったモチーフは、過去のベルンハルト作品にも繰り返し現れるもので、この作品はこれらの要素を全面展開した、ベルンハルトの三分の集大成とみなされている。消去は1982年、ベルンハルトが子供、 寒さなどからなる自伝語部作を上司して間もなく書き始められており、これらの作品の本位として構想されたものと考えられる。ただしこの作品とベルンハルトの電気的事実との間につながりはなく、家族や家庭環境なども著者本人のそれを反映したものではない。ムーラウの故郷ボルフスエックはオーバーエスターライヒ州に存在する実在の地名だが、登場人物はムーラウから、 ドイツ文学史上最高の詩人の一人と称賛される女性詩人マリアがインゲボルク・バッハマンをモデルとしているのを例外として全て架空の人物である。ありがとうございます。